清水き之君日本維新の会の清水孝之です、よろしくお願いをいたします。まずは犯罪被害者の支援についてお伺いをいたします。5年ごとに見直される犯罪被害者等基本計画、今年がその見直しの年ということで、第4次が閣議決定をされたというふうに聞いております。あの大臣、はどのようなポイントで、今回はこの計画を策定したのでしょうか。 法務大臣これまで政府におきましては、犯罪被害者等基本法の理念に基づきまして、施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画を定めまして、その計画を数字にわたり見直しをしながら、 犯罪被害者等の支援のための各種取り組みを進めてきたところでございます。時代によりまして、また事案によりまして、犯罪の手口や対応は変わっていきますが、被害者等にとりましては、その一度の被害が人生を左右しかねない、大変大きな出来事であるということを認識をする必要があるというふうに考えております。そのため、被害者等の支援のための各種取り組みに当たりましては、 被害者やそのご家族の方々のご意見を常に耳を傾けながら、あらゆる犯罪被害に対して、絶えず必要な政策を検討し、速やかにこれを実施していくということが重要であるというふうに考えております。犯罪被害者基本法のの成立から17面目を迎える中ににありまして本日あの新たに第4次の 犯罪被害者等基本計画が閣議決定されたことは、大変大きな意義があるものと認識をしております。基本計画を重ねる中で、それぞれの取り組みの熟度が高まってきた一方で、 国会の基本計画におきましては、法務省の関係で申し上げますと、新たに加害者処遇における犯罪被害者等への配慮の充実など、被害者やそのご家族の方々の声を踏まえた取り組みも盛り込まれているところでございます。今後とも犯罪被害者等の権利利益を保護するという、犯罪被害者等基本法の理念にのっとり、基本計画に沿って、関係府省庁と連携をしながら、 被害者等を支援する取り組みのさらなる推進、充実に努めてまいりたいと考えております清水孝之君。 今ご説明いただきましたと、本当にさまざまなポイントがあると思います。あの精神的なその面の回復であるとか、まあ、経済的な回復というのも必要だと思います。でその中で、経済的な部分、損害回復、経済的支援等について、第4次のこの基本計画の重点課題にもこれは入っているというふうに認識をしております。で犯罪被害者等基本法にも、再び平穏な生活を営むことができるよう支援というふうにあります。 がただ、やはりあのこの給付金ですね、えー、遺族給付金。えー、これ 2019年度を見ていますと、大体平均で613万円ぐらいだとで、1件当たりの最高額は2500万円弱、さまざ、あ、まなケースがありますのであの、一概にどれぐらいが適切なのかとは言えないのかもしれませんが、ただ、あの果たしてじゃあ、これでの十分かといったらです、ね果たし、決してあの十分な額ではないのではないかというふうに思うんですが、えー、これは警察庁さんですかね、えー、いかがでしょうか。警察庁長官官房 堀政治審議官お答え申し上げます、えー、犯罪被害給付制度でございますが、えー、殺人などの故意の犯罪行為により不良の死を遂げた犯罪被害者のご遺族、または重傷病、もしくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会連帯共助の精神に基づき、えー、国が犯罪被害者等給付金を支給し、 犯罪被害等を早期に軽減するとともに、再び平和のな生活を営むことができるよう支援するために、昭和55年に創設されたものでございます。で同制度でございますが、この制度の創設以降、主にこの支給の観点で申し上げますと、他の公的給付との均衡も考慮しつつ、 犯罪被害者等に対する経済的支援をできるだけ手厚いものとするという観点から、専門家の方々のご意見、あるいは被害者の方のご意見なども踏まえまして、支給額の引き上げのための法改正なども踏まえまして、現在の制度となっているところでございますで。引き続き、犯罪被害者等の方々の置かれた状況というものを踏まえつつです、ね、制度の適切な運用を図ってまいりたいと考えております。清水貴之君 あの続いてその犯罪被害者支援の地域差についても伺いたいと思います被害者支援を目的とした条例を制定している都道府県というのは全国で半数に満たずということです条例空白県14の県にあるということなんですねで私の地元兵庫県では赤獅市などは熱心、ね、にこういったことに取り組んでおりまして 損害のその賠償金などが払われない場合は、立て替える制度なども設けております。でこうやってやっぱち、やはり地域ごとにですね。まあ,あの違いが出てくる差が出てくるというのは、まあ、地方分権の観点からしたら、まあ、その独自の自治体で、えー、取り組みをするというのは、まあ、あのふさわしいやり方なのかもしれませんが、ただその一方でこの犯罪被害者というのはあのその？ 地域がです、ね、その自治体、自分が住んでる自治体が、犯罪被害者に対する支援金が充実してるから、住もうと思って住むわけでは決してありませんで、そのあたりはあの教育の無償化とかです、ね、あの学校の給食がどうなってるとか、こういったことはやっぱり違うと思うんですよね、ある日突然、被害者になってしまうわけですから、あのこういったことに対してあの、まあ、住んでる地域で差が生じることが果たしてあの適切なのかどうかなというところが疑問に感じてしまいます。こののあたりにについててて政府とししはどのようう考えてますでしょうか 堀審議官、え答えいたします。まこれまでも第3次犯罪被害者と基本計画に基づきまして、地方公共団体におきます被害者生活全般に被害者の生活全般にわたる支援施策を推進するため、条例制定をのを促進してきたところでございます。さらに本日閣議決定されました第4次。 犯罪被害者等基本計画におきましては、犯罪被害者等支援を目的として明確に位置づけた実効性の高い条例の制定のための情報提供、あるいは協力などの施策が新たに盛り込まれたところでございます。これを受けまして、警察庁とおきましては、今後、地方公共団体の職員を対象とした講演会・研修会の開催、 メールマガジン等を通じた情報提供などを行うとともに、都道府県警察に対しましても、地方公共団体におけます条例の制定などに向けた検討などに資する協力を行うよう指示することとしております。引き続き、全国におきましてきめ細やかな支援が行われ、自治体間での格差というものが生じないよう、被害犯罪被害者等支援のための実効的な事項を盛り込んだ条例、 の制定をはじめとするさまざまな取り組みの推進に努めてまいりたいと考えています。ます清水貴之君。 あの続いて、同じ被害者救済という観点から SN、SNS 上の書き込みなどに対する人権侵害、被害の救済についてお伺いをしたいと思います。あの女子プロレスラーの木村花さんの死亡の件がありまして、本当に社会的にも大きな問題となっている話です。でまあ、そういったことも受けまして今国会ではプロバイダー 責任制限法の改正が、あのまあ、その法案が提出ということで、あのまあ、これまでの課題としましては、なかなか匿名の発信者特定するのに、まあ、あの裁判の手続きが2回必要だったりとか、時間と費用がかかるということであの、なかなか難しい部分があったわけですが、今回の改正法ではあの、そういった内容を修正していく話も入っているというふうに聞いておりますが、この改正法の効果、どの程度を見込んでいますでしょうか。 総務省竹内総合通信基盤局長。お答えいたします。匿名による誹謗中傷などに対処するための現行の制度であります、発信者情報の開示請求は、一般に訴訟を含む2回の裁判手続きを経る必要があるため、被害者の 時間や費用面の負担が大きく円滑な被害者救済の妨げになっている面があるものと認識しておりますこうした課題への対応として今国会に提出しております プロバイダー責任制限法の改正案は、主に2つの改善点がございます。1つには、現行の匿名の書き込みをした発信者の特定に2回の手続きを要する問題については、これを1つの裁判手続きの中で行うことを可能としており、開示にかかる手続きを迅速化することを可能としてございます。加えて、侵害投稿をした時点のログがなかった場合への対応として、 開示請求の相手方にログイン型サービスのアカウントにログインしたときの通信を媒介等したものを追加することなどにより、ログイン型サービスでの権利侵害について、匿名の発信者を特定することを可能としております。これらの見直しを通じまして、被害回復の円滑化が進むことを期待しております。 高幸君あの内容としてはもうぜひあの進めていただきたいなと思うんですが、その一方で、この法改正、もし、まあ、あの成立されしたとしてもです、ね、施行が1年半以内というふうになっているわけですね、あの今、これだけ大きく社会問題にもなっていて、1年半というのは。 まあ、さすがにかかりすぎではないかなと、なんでもっと早く対応できないのかなと、あの先日、これ、あの党の部会での法案のヒアリングもありましたので、そのときにもです、ね、あの指摘をさせていただいたんですが、やはりこれだけのお話ですから、もっとスピーディーに対応してほしいなというふうに思いますけれども、いかがですか竹内総合,基盤総合通信基盤局長。 お答えいたします本改正法案の施行期日は委員ご指摘のとおり、交付の日から記算して1年6ヶ月以内において、政令で定める日としております。これは改正法案の施行に向けましては、最高裁判所規則や総務省令、さらに新設する開示命令事件に関する裁判手続きにおいて用いられる各種文書の様式などの検討や制定作業などが相当量発生すること。 また影響を受けるものの範囲が事業者等多岐にわたるため、相当の準備期間、周知期間を必要とすることを勘案して定めたものでございます。まあ、このように本改正については、施行に向けた準備のために一定の期間を要する事業があるところではございますが、より早期の施行を求めるご意見も受け止めつつ、総務省としても法務省や最高裁判所などとも調整をいたしまして、具体的な調整期日を検討してまいりたいと考えております。 清水孝之君。あの、今ありました。一年半以内ということですから、一年半でや、あの、やらなければいけないということでありませんが。早い分にはこれは構いませんので。ぜひスピーディーに対応いただけたらと思います。あの、ついて大臣にあの侮辱罪についてお伺いをしたいと思います。あの法改正が行われて。えー、まあ、手続きスピーディーになるとはいえですね。やはりあの負担が生じるのは、これは変わりません。で、そういった中でですね。まあ、インターネット上だから、まあ、何を言ってもいいわけではないんですよと。あの、厳しく処分される場合もあるんですよということで、まあ、抑止力を。 働かせていくというのもあの重要ではないかと思います。ただ、やはり健康の侮辱罪ではそれほどやはりまあ。 重くないといいますか、法定刑が交流30日未満、改良1万円未満ということになってますので、まあ、抑止力として十分かどうかというところは、これは議論があると思います、でそのあたり、法務省などでもで PT を作って議論をしていると、で自民党さんからも厳罰を求める提言が PT の方から出ているというふうに聞いておりますので、このあたり、私もあの必要ではないかなというふうに考えております。大大臣臣いかかがでしょうか上川法務大臣 インターネット上の誹謗中傷による人権侵害は決してあってはならないものでございます。こうした誹謗中傷によりまして、人の名誉を侵害する行為に対する刑事法上の対応の必要性につきましては認識をしているところでございます。法務省におきましては、この侮辱罪の法定刑の在り方につきまして、侮辱罪による処分の状況の調査、 あるいは侮辱罪そのものがどういう経緯で作られたかという、その遠隔の調査、さらに過去、法制主議会におきましても、この侮辱罪の法定権のあり方に関して議論がなされてきたという経緯もございまして、この調査。 さらに諸外国におきまして、名誉を侵害する行為に対してどのような罰則が設けられているのかという、外国構成の調査という、さまざまな観点から調査を進めながら、検討を行ってきているところでございます。無熟罪の法定刑のあり方につきましては、引き続き、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。 水高君あの最後に、えー、地方自治体独自にこういったことをモニタリングしているところも出てきております、あの兵庫県では、兵庫県と県内24の市長がです、ね、まあ、独自であのモニタリングをして削除を求めたりとかあいうことをしているんですが、やはりこれ、なかなかマンパワーに限界がある中で、決して効率がいいやり方のようには感じませんあの、その兵庫県の担当者の話だと、やっぱり検索が難しいと、情報なかなか集まりにくいということですの、ね、で、もっとあの効率のいいやり方とかです、ね、地方自治体との、まあ、 国との連携こういったものを進めていくべきではないかと思いますがこれについての見解をお聞かせください法務省菊池人権擁護局長お答えいたします、えー、インターネット上の誹謗中傷等の書き込みにつきまして、えー、法務省の人権擁護機関におきましては あ被害を受けた方等から相談がなされた場合には、相談者の意向に応じて、当該誹謗中傷等の書き込みの削除依頼の方法を助言したり、あるいは法務省の人権擁護機関において違法性を判断した上で、プロバイダー事業者等に対して書き込みの削除要請をするなどしているところでございます。委員ご指摘のとおり、地方公共団体におきましても、さまざまな取り組みがなされているところと承知しております。で法務省 の人権擁護局においては、毎年の人権侵犯事件の概要というものを公表しておりますが、そこではインターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件についても、特に取りまとめておりまして、その中で具体的事例についても紹介をしているところでございます。地方公共団体の求めに応じて、こうした事例を共有することにより、地方公共団体の取り組みに協力してまいりたいと考えております。 川水貴之君。